驚くのはまだ早いぞ。デイモンにはとっておきの切り札が残ってんだ。ハーフタイムで体温めてあんだろうな、クソデコ。出番だ。はい。見るんだ雪光、半年間ベンチであらゆる試合を見続けたおめえの武器は見ることだ。せは半年待ったぞこの時をよ。新龍寺の守備陣全員の動き、天才アゴン君と一休君が今どこにいるのか、どこに向かうのか。クソデコ、てめえが机にかじりついてた17年間は無駄なんかじゃねえ。あそこだ、ヒルマ君なら絶対あそこに投げる。てめえならそこに気づくだろ。パスルートを最初に決めねえで敵の動きを見てヒルマと瞬間の判断をシンクロさせる。出し抜いてやべえ天才ドボー、文化系レシーバー最強の動きオプションルート、イエー。空いてる、頼む、そのまま気づかないでアゴン君、一休君。超反応アゴン、一休も来てる。いや、一瞬だけいい夢見れたか、カスデコ。あ、追いつかれる、ユッキー危ない。鬼燃えてきた。アゴンさん、これどっちが取るか勝負っすね。空中戦なら負けないっすよ。二人には素人の僕との勝負ですらないんだ。僕の努力なんか彼らには虫けらのあがきみたいなもんか。いけユキさん、諦めんな、諦めんな。僕の才能なんてない、そう言ってこの17年間僕は何もしやしなかった、何もしなかったから何もできなかった。でも今年だけは違うんだ。そんな早いよ、それじゃ届かないって。取る、ここで取らなきゃ僕は。うわ、タッチダーン、デーモンデビルバッツ。この試合ついについに初得点を挙げたのは伏兵雪光学ぶ。やった。雪さん。